広島で美味しいご飯屋さんないかなと思って探してたら、うちの、ヘアメイクのね、うん、人が東京で、しがない美容室をしてて、いやめちゃめちゃ有名やけどねでそこのお客さんに前健さんがいてはるんですよ、元広島のあの前健さん。で前健さん広島カープじゃないですか。ほんで、あ、ほんならそのうちのヘアメイクのアキちゃんが、ちょっとほんなら前田さんにちょっと聞こうかなっつって聞いてくれたんですよ、うん、ね、すごいでしょこの話。すごいね、すごいでしょ小渕さん、ね、すごい。ほんでね、前田さんの紹介でって言ったわけですよ。ほんならなんかちょっと変な感じするんです。僕パッと入ったら、うん、ってあれ誰が来たみたいな感じで、って、うん、あれと思って、前田さんの紹介でっつって、あ、こっちの黒田さんって言われたんです